こんにちは。こんにちは。なんか今日はまたやってますね。バカだよね。本当に。人は繰り返す。人は繰り返します。ということで、それは何でしょうか。これはバンザントです。バンザントを買ったそうです。いやでもバンザントの動きはいいんだよね。普通にいい。今ね語源ないらしいですよ市場に。そうそうそう。なんか言われました黒沢の人に。誰かが使ってから市場がなくなっているぞと。誰とは言わないけど4弦はね一般だって。ちょっと弾いてみてもらってもいいですか。これなのに普通にプラッと入ってプラッと思想していけてんじゃんつって。そうなんかあーやばってなっちゃった。あそう弾いて。これはもうね、聞き慣れた音だよ。全然、同じ音するもん。あそうだね。それも 4.3 とか4とか、うん、結構軽い方だと思う。うん、もうちょっと重いかな。似てるイメージがあるの、音のイメージ。うん、リアとかも待ってもいい？やっぱそのレンジがまとまってるよね、パッシブにしちゃうの。すごいね。すごいまとまってる。うん、フロント待ってもいい？いいね。いい。なんかやっぱその乱暴な感じはないよね、うん、このサオはね。全然ないと思う。綺麗だよね。綺麗。すごく綺麗なの、うん、多分サオなりだろうな。俺ピックアップいろいろ試したけど、うん、基本この音する。ああそう。うん。だからそのローラーとかすごいカラフルなやつ乗せても小芸にやっぱまとめてくれるから。多分そのブリッジ変だもんね。そう埋め込み式。これスパイラルじゃないっていう。うんそうだね。うで俺はそれで変えたんだけど。ああそうあれに変えたけど、でもその前に別にいいと思うね。うん、これは全然そう、埋まってるからやっぱさ、ネックがなってるっていうのは全体がなってる感じなのかな、やっぱ、うん、この辺がなんかなってるよね。そうだね。そのやっぱりその、埋まってるからボディに振動がいくんだろうね。うん、ヘッド落ちもしない。ヘッド落ちも、まあちょっとするぐらいかな。あでもやっぱね、それぐらいがいいね。6、4ぐらいで俺ヘッドに重さがある方がいいと思う。全然なんか嫌な感じがしちゃうよね。うん、カラーが何ですかそりゃ。メルセデスブルー。メルセデスブルー、いかつい名前してるよな。かっこいいね。いい色だよね。すぐボロボロになるよ。うん、ボロボロにしたいもん、うん、いや本当に。でもやっぱあのお店の人も言ってたけど、うん、そのすぐチップするから。あ思想ちょっと怖いって言ってた。本当にね、ボロンボロンだもんだって。路上とかでね、ちょっと使ってますから。綺麗だったね。ボロボロしてください。ボロボロにしよう。いや、マッシブ語源は選択肢少ないからね。少ない。まあ、今だったら、ブラックスモーカー、フリーダム。そのぐらいか？かな。あと何がある？マッシブ語源。ブラックスモーカー、フリーダム。ブロビジョンとか。あ、ブロビジョンか。まあ、それぐらいか。とか、あんまない気がする。海外ってマッシブ語源あんまない、そう思うと。かもしんないな、ね、うん、なんかアクティブ多い気がするね。うん、なんかパッシブってなると結構ヴィンテージ寄りじゃないけど、見た目もそういう感じになっちゃう、うん、そうね。でも語源のパッシブ国内そう思うと多いね。多い、結構多い。モモセもやってるし、うん、海外入ってないのかなパッシブ語源って。うん、日本だけな気がするね。なんかそんな気してきたわ、うん、今不意に。その中でもバンザントはどんな感じですか。だってそのまま結構弾いたことあるでしょ。うん、何、3本かな。うん、俺と弾いてるけど、ブラックサモカーも弾いたあるだろうし、フリアも持ってるし、うん、そんな中でもどんな感じ、印象としては。結構それこそ本当にまとまってるのもあるし、綺麗だよね。だからレンジは広くはないよね。そうそう、別に決して、うん、全然広くないけど、うん、結構ムチッとした感じもあって。そうだね、レンジはこう、なんて言うんだろうな、美味しいとこにまとまってる感はあるよね。そう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 、うん、歌物とかはすごい使いやすいかなって。そうね、なんか変な話、アクティブっぽいというか、うん、なんか言い方が悪いけどそんな感じがする。でもアクティブまでは細くないみたいな、うん、ちょっとルート引きズン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 ズコズンズコもあっていいですか。強い音の吸収が良くないそれ、うん、俺やっぱわざとなんか一番それが好きなんだよね。なんかなんていうかな、なんかね、俺は主に指板の量が多いと思うの。確かにそうかもしんない。なんか俺結構そう、指板の量さ、なんか多い気がすんだよね。まあこの例えばさ、
コッポロさん、ドコッポロ、開けてみるけど多いんだやっぱ。多いね。そう、ちょっと多いんだよね。フリーダムもこんな感じだった気がするな。そう、なんかね、指板の量が多いとちょっと跳ね返ってくる、もちって感じ、うん、だから俺もね、今作ってるやつで指板量増やしてもらってるんで。ああ、そう、そうそうそう。そうするとやっぱね、このなんていうんだろうな、レンジ感まとまるし、うん、ムチッととか増える気がする。なるほど、ね、それ何メイプル、何メイプルって何ローズ、これインディアンか、インディアンか。なんか俺のはマダガスカルなのよ。そう、多分そっから変わってって言ってた。そうそうそう。で、なんか俺のが一番マダガスカルの最終期で値段もちょっと安いみたいな。うん、まあでも今でも30ちょいぐらいか。これそう34ぐらいだった。あ、そうなんだよ。カラーか、カラーがある。そうそうそう、そんなしないね。30ぐらいだね、普通は。そう、レアカラーなんで。このカラーが割と、俺色尺やから、それ何色かって分からんもん青に入るのか。うん、青一応。でもなんか光のさ、当て方によって俺黒にも見える。あ、そう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 、ね、そうそう、あ、それ合ってんだ俺の。合ってる合ってる合ってる。コンみたいな感じ。あ、そう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 。でも暗い、うん、そう、なんかあんまり光合ってなかったらコンっぽいんだけど、あ、とか黒みたいに見えるんだけど。ネックエンドをさ、やっぱザクってほしいですわ私は。ネックエンド、あ、ネックエンド、このさ、ピックガードのさ、ここ、このアクセスを作ってほしいですわぜひ開けてください。本当に本当にそう。マジで。俺のはね、こう開けてるんです。俺これフリーダムもやりたいんで、こんな感じで。これあるとやっぱすげえ楽だよね。うん、ちょっとせっかくなら弾き比べてみませんか。おっす、ボスッと。ちょっとこれピックアップとかも変わってるけど、でも大体似たようなもんな気がする。そう、スペックは一緒でも中がねちょっと魔改造されてます。もうなんかハンプバックにしてもいいかなって感じは。あ、感じするよね、うん、それだから引き込まれてるなって感じするよね、うん、だいぶなんかちゃんとなってるって感じがする、うん、ここがちゃんと上が出るっていう。そうだね、少しソリッドな感じはするね、うん、ちょっと軽いんだよね、その、まあ、ピックアップかな、それは。ピックアップ入れるから、うん、スパイラルな。そう、あとスパイラルにしてるね、俺のは。いや、でもいいかもしれないな。やっちゃうかもしれない。スパイラル、テンションバー、あとポッド、コンデンサ、ピックアップ。全部変わってんじゃん。かな、一応。まあ、これはもう自分が作るベースのと同じやつにしてるって感じかな。でも、普通に変えなくても、まあ、元はかなりいい。全然いいと思うよ。その、別に俺は、バンドの今のが嫌だったら嫌だっていうかは、これはもうこの制作のため研究機なのよ。うん、でももともと何もいいし、別にそれこそ別に戻してもいいぐらいよ。普通になんか買った直後ぐらいから全然いいイメージ、うん、あ、ネックまでそんなに動かないかな。あ、そう、うん、そう、やっぱよくなんかパスアクティブっぽいねって言われる、それ。うん、うん、なんかそんな感じがする。ちょ、もう一回こっち戻って。あ、俺のよりいいわ。うん、バランスがもうちょっとなんかヘッドにある。あ、俺のよりいいわ。これはもう分かるわ。あの、俺のよりフェンダーっぽい。あ、そう、フェンダーっぽい、フェンダーっぽい。俺のよりソリッドでやってる、うん、俺の方がポコーンってやってる。あ、いいじゃん、いいじゃん、これこれいい。あ、はは、分かるわ、これは分かるわ。生音がいいわ。生音がいいんだよね。そうそうそう、そう、生音がさ、こうむぎゅって一番に。そう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 。あ、これはいいわ。やっぱね、基本バンドアベージ高いと思うよ。うん、俺生徒5本ぐらいも5人ぐらい持ってる人いるんだけど。すごいね。みんなね、いいもん。うん、なんか普通に個体差は少ない方だと思う。そんなにないと思う。やっぱり重量管理をちゃんとしてると思う。うん、基本 4.2 から 4.4、 まあ 4.5 ぐらいまでかな。うん、やっぱりはみ出ないのがいいんだよね。そうそうそう、なんかすっごい重すぎる、軽すぎるがないから。ないね。あ、でもそうだね、これの方がおもちゃっぽい、ちょっと。おもちゃっぽいというか、なんかその、なんて言うんだろうな、ハイエンドっぽいのやつするというか、うん、ヒップショットの笹みたいなやり方をする。あー、確かに。こっちの方が、ちょっと重いのもある。重心がいいね。これは本当にでも何もいじんなくてもいいかもしれない。
チンチって言われたのは好き4弦っぽいって言われた。そうだね、うん、鳴り方4弦っぽいね。そうそうそう、結局やっぱネック重心の竿はこういう感じになるね。うん、でもこういう方がやっぱ使いやすいと思う。なんかここら辺に振動のピークが来るというか。ああそう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 、うん、でもボディを乗ってんだよな。いいことはいいことは、ちょっとリアで弾いてみてしょ。コンプレッションがあるよね。うんうん、でも別に細くもないし。あ、細くない細くない、太すぎない。あと、そうそう、あざす。リアのまま。リアのまま。すっげえいいと思う。ミックスもあったらいいです。すっげえいい、ね、いいと思います。体にフィットする感じがするし、うん、やっぱアベレージ高い竿だなと思うね。まあ、うん、本数もそんな多くないみたいだけど、まあ、市場にあったら要チェックって感じですね、うん、そうですね。終わり。あ